こんにちは、ヒルトルフィリップ太郎です。いつも YouTube 動画をご覧いただきありがとうございます。で、今回はですね、今ちょっとアメリカに来ています。で、アメリカのフロリダ州のオーランドという街に来ています。でね、何をしにここに来たかというと、まあ、ディズニーワールドがあるわけなんですけど、まあ、別に私はそのね、ミッキーと遊びに来たわけではなくてですね、まあ、とある、マーケティングカンファレンスに、参加しています。で、まあ、T シャツとか、まあ、いろんなグッズが配られているのでね、まあ、いろんなところに名前が書いてあるんですけど、まあ、ファンネルハッキングライブというね、まあ、クリックファンネルズという会社が、ですね、主催しているマーケティングファンカンファレンスに参加しています。まあ、ここの会社のツールをね、私も去年からマーケティングで使ってますので、まあ、それで、まあ、参加しに来たというわけなんですよ。初めて来ました。で、まあ、この会社がですね、まあ、インターネットマーケティング業界では、まあ、非常にその売り上げがとてつもないことになっててですね、投資家からとか援助を受けずに、まあ、100億円の規模の会社になってるわけなんですよね。そのクリックファンネルズというそのシステムを、まあ、3年ぐらい前にリリースしたんですけれども、まあ、わずか3年で6万人の会員が集まって、まあ、その売り上げも年商100億規模になってるというね、とてつもない、会社ですのでね、まあ、そこの会社のやり方をちょっと盗みにというか、いろいろ新しい勉強をしに来たわけです。で、まあ、いろんなね、まあ、今、1日目が終わって、まあ、これから2日目が始まる朝なんですけれども、まあ、本当にね、その、いろんな、まあ、テクニカルなこととか学んだわけなんですけれども、まあ、ちょっと今回のビデオでお伝えしたいのは、まあ、非常に大切なことをお伝えしたいんですけれども、まあ、それはですね、まあ、その、やることを絞りなさいっていうことなんですよ。まあ、私も常にいろんなことに興味が向いてしまうので、その、なかなか一つにね、やることを絞るっていうのは苦手なわけですけれども、やっぱりそのね、これを見てるあなたも、なんかいろんなことをやっていて、自分が何に集中すればいいのかわからないっていう場合は、とにかく一つに絞ってほしいわけなんですね。で、そのね、その一つのビジネスの中でも、やっぱり一つの商品に絞ってほしいと。ね、まあ私も、まあ、意図的にね、いろんな商品を作って、まあそれを、まずは安い商品を販売してね、その後にちょっと高い商品も販売していくっていうね、まあその階段というか、はしごをまあ作ってるわけなんですけども、やっぱそれをですね、やっぱりあんまりそのお客様を混乱させないようにですね、やっぱり一つのちゃんと道を作らないといけないなと。まあその実際その道を作ろうとしてるわけなんですけど、やっぱそれをね、そのやることを絞らないといけないなということで、マインドセットをしました。で、やっぱりそのこういうマインドセットが一番大事なわけなんですよね。ね、やっぱりその僕のビデオを見てる方も、まあどういう、例えば今 Facebook 広告とかメッセンジャーボットとかどう使えばいいんですかって、そういったまあテクニカルなところも多分すごく聞きたいと思います。まあそのあたりの情報も結構ね、ゲットできているので、またいろいろお伝えしていきますけれども、やっぱり大切なのはですね、その何を売るかって話なわけですよ。ね、どういう商品を売って、ね、それを使ってくれた人に、まあ、どういった、ね、状態になってほしいのかっていうね、そのお客様が、その自分が商品を、この商品を売りたいよっていうね、そのプロダクトアウト的な感じよりかは、やっぱりお客様が、ね、いて、その人の悩みを解決するために、まあ、この商品を作ったんだよっていう流れじゃないと、やっぱりね、そのいくら最高のね、まあ、今回のクリックファンネルズとかいうね、世界最高峰のシステムを使ったとしても、別にやっぱり商品は売れないわけですよ。ですので、あなたもね、そのツールを優先するんじゃなくて、まずはやっぱり自分のアイディアとね、お客様にこういう結果を与えてあげたい、世界をこういうふうにね、少しでも変えてあげたいと、変えたいという、そういった気持ちがあれば、後からツールとかね、テクニックはついてきますので、まずはですね、その自分のアイディアをしっかりね、決めてですね、そこでまずはやることを一つ決める。ね、まあ、やることね、戦術的な意味でも、まあ、YouTube とか Facebook とか Twitter、Instagram とかいろんなプラットフォームもあるわけなんですけど、それを全部同時に始めるっていうのはすごく大変ですので、じゃあまずちょっと Facebook から始めて、それでリストを集めようとかね、自分のやることをですね、ね、ビジネスっていう意味でもそうですし、まあ、その中の戦術っていう意味でもですね、優先順位をつけて、一つの自分がやるべきことを決めて、まあ、それを、ま、日々全力で行うっていうことをするようにしてください。はい。まあ、それがね、一つ最初、一日目から学んだ、まあ、マインドセット的な部分ですね。では、それではこちらからまたいろいろ情報発信をしていきたいと思いますので、また次回のビデオ、私からの情報発信も楽しみにしておいてください。それでは2日目のセミナーに行ってきたいと思います。バイバーイ。